はい。今日はまあ、サインさんにお邪魔してますけど。じゃあ、今日は海物語、まだ新しいのが出るということで、はい。ご紹介させていただこうと。なんと20周年。20周年。おめでとうございます。おめでとうございます。トミー、20年前何やってたんですか？20年前、私18歳でして、ちょうどだから高校卒業するぐらいですよね。はい。この海物語が4月のゴールデンウィーク前に出ますから、ちょっと私、服飾の専門学校行ってた時ですね。大アパ阪レルのね。の。ええー、そう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 。はい。じゃあもう、奥様とも出会ってたってことですね。そんもうなちょっ感じとですね。後ですかあ、ね。もうちょっと、うん。わかりましそうた。そうそうそう。はい。その辺すごい複雑なんで。ということで、20年ということで、いや、今すごい回、ですね。海、新規則、ミドル、王道ということですけどだから、も、あれっすよ。うちの嫁はんと出会ったのと一緒ですわ。20年。忘れない。お。海と一緒ってことですよ。なるほど。うちの嫁と海は一緒ぐうらい。ちのはい。嫁とこれ海からは一も、緒。サンヨさんとはずっと、はい。海とはお付き合いさせていただくんだと思いますけどね。まとまってんのかな？ わかんないけど。はい。ということで、今回ね、トミーが、サンユーさんにお邪魔するということで、前はい。回の動画から第2弾ということで、はい。一応、このサンユーさんに来るっていうのが、一応なんか、最終目標みたいな感じで思ってたんですが、急に、大きい案件、バーンと飛び込んできまして、ちょっとびっくりはしておりますけども、そうですね。はい。まあ、今回ね、またトミーに、海の良さを、伝えてもらおうかなと思うんですけども、今回はどんな感じでやっていきますか、トミー。今回は海ジャパンの2作目かな、ミドルとしては。はい。で、設定付きパチンコに、まあ、設定は2段階ですけど、勘弁。まあ、ローとハイってなってますけどね。はい。ローが、299分の1、ハイが276分の1っていうことで、棒読み。めっちゃ読んでますけど ね、はこい。れ。まあ、あんまり差がつかないんで、まだ設定ありきっていうわけじゃないって感じでしょうかね。そこを狙いに行くっていう感じじゃないのかなと思いますけどね。今回海ならではというか、新しい試みもあるということで。嘘。まあ、その辺もね、時期触りながらやっていくんちゃいますか。なるほど。最近の海で売ったのは最後なんですか？ 3R ですね。3R。ちょっと前ですね。いや、ちょっと前どころじゃないですよ。それこそに何年前ですか、3R っつったらね。復刻の方じゃなくいて、やいやいや、古いやつ。まあ、それは冗談ですけどね。まあ、一番打ち込んだのは僕の中でやっぱ 3R やなっていうなるほとど。ころ。はい。まあ、10何年前ぐらいですかね。ね、そんなもんですね。う10、ん。5、6年前。じゃあ今日はその辺の話もちょっと伺いそつの辺つ。の話めっちゃありますから。はい。まあ、今日は視聴者の人にも、海ならではのお話とか、あとあるあるだったり、その人ならではのこだわりの打法だったり、まあ、あともう本当に海が好きだっていう熱い思いをいっぱいいただいてるので、まあ、その辺もなる紹ほ介しど。つつ、トミーの心に刺さった、コメントがあれば、誰が良かったかというのを後で 教えてもらえたらと思います。私が当時、その海のね、うそのん。3R をうち散らかしてた店うちは、散らかしてた。はい。この辺にね、なんかポップみたいなのがあるんですよ、貼ってあるんですよ、この辺ポッにね。なんかマリンちゃんがこうやってやってる。プ。はいはい。で、そう書いてある文言が。じゃあ早速なんで、信頼打ちますか。トミーね。これカットやな。簡単な、今のはわからない。早速ね、はこれ打っい。ていきますよ。はい。今回ご当地ね、選べるんですけど、トミーどうすんの？モードは海モード、はい。まあ今まで通りジャパーモード、お祭りおモー祭りド。モード3つですね。はい。で、この下ですよね。お祭り気この下がご当地で選べるっていう分で盛り上がろう。なるほど。ので、なんかぜ思ひちょっいと入れね、のあるね。地方があれば。私、北海道行って、ここ何ですかね、これ、緑のこれね、花粉？マリモちゃいまあ、すね。マリモじゃない。じゃない。花粉にしましょうか、じゃあそれ。花粉ですね。はわー、なまはげ。い。はい、ナマハゲ。東北。
シャチホコ。名古屋ですね。はい。はい、シャチホコ。近畿地方がなぜ忍者なんでしょうね。まあ、あの、上野でしょうね。三重。ああ、伊賀とか甲賀。三重は、まあ、一応ギリ近畿。まあ、近畿に当たります、ね。はい、はい、そういうことですよね。中国。はい。桃太郎さん。はい。岡山県。はい。かわいいですね。四国地方。阿波踊りですね。はい。四国地方。九州地方。ああ。いいですね。どうします？いちご。あ、じゃあじゃあ。いちご。雑。明太子ですね。はいはい、好きな好きらしいはよ。じゃあやっぱりあのベタにやっぱり関西からでよろしいですかね。あ、ごめんなさい、近畿地方。あ、わかりました。じゃあ当たり目指してちょっと打っていきますか。モードはやっぱり。トミーはなんかおすすめのモードというかあるんですか？得意なモードみたいな。僕はね、変動、まあ今からちょっとやりますけど。はい。まあ、これでとりあえずジャパンモードでいきますね。はい。僕あの変わった打ち方があるんですよ、海中を打つときは、はい。まあ今日はね、ちょっといろいろこだわり持ってる方も多かったの で、ね、まあその辺もちょっとトミーもじゃあこだわりあれば、私もこだわり出していきながら、はい、ちょっと、はい、紹介もさせていただきます。はい、はい、打っていきます、ね、はい、じゃあお願いします。トミーはこの海物語図柄何番が好きとかあるんですか？どの図柄が好きとか。僕はやっぱり海、あのエビですわ。あ、エビ5番。エビ5番で、まあ、各モードをちょっとね、お見せしながらっていうところもあるんですけど、はい、ちなみに僕は、変動終わるまでずっとこうやって押してます。あーっていう、熱いこれ。ちょっと迷惑な感じですね、大丈夫ですか。僕は常にこうやって押してます。ただの落ち着きない子みたいになってますけど、大丈夫ですか。横のおばあちゃんからバリ上がられます。それでちょっとトミーの中の勝率はアップするんですか？上がらないですね。上がらない。まあ基本的には海モードですね、普通の。あ、海へ。これがやっぱりスタンダードで好きですけどね。なるほど。まあでも今日はせっかくジャパンなんで、はい、まあ当たらんかったらちょっとモード変えていってもいいかもしれないですね。そうですね。はい、とりあえずちょっとね、魚群出してもらいたいですよね。そうですね、まあ魚群を呼び寄せるルーティーンもあるんで。あ、ルーティーンがある。これはまあベタなね、まあ、こういうやつですね。これおばあちゃんとか絶対やってますから。これ占い師のね、占いしてるみたいな感じでね。あ、来ましたよ、来ましたよ。あ、マリちゃん来ましたね。あわ。まあ、海の良さはね、この泡でも全然当たるっていうところがやっぱりポイントかなと思うんですけどね。なんかトミーはこう海の当たり方で好きな当たり方とかあるんですか？再変動ですよね、やっぱり。ああ、なるほど。ベー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 、あの音が止まんないですね。なるほど。それは後でちょっと絵で表してもらいましょうか。そうですね、ね、よくおばあちゃんとかもこうブーンってなりますもんね。ブーン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 ってなる。あのリアクションが僕はすごい好きです。なるほど。まあ結構ね、リスナーさんの意見でも多かったのはやっぱり海おばちゃんはやっぱりね、魚群を呼び寄せるのが上手やっていうコメントがかなり多かったんですけど、やっぱあるんですかね。こうやってやってる人もいますよね。こう来るからこう呼び寄せてるんですね。餌で、ね、こっちやでみたいな感じ。ちょっとそれやれるか検証したいですけどね。まあ、リーチかかった時に。そうですね。ちょっとね、当たりみたいですけどね。まあ僕、ね、あ、サメ来ましたよ、サメ。ちょっと魚群来ないですね。じゃあとりあえずあれですね、その視聴者とかの、あるあるとかをちょっと読んでいきましょうかね。そうですね。はい、はい、ちょっとね、トミーの心に刺さったものがあれば実践してもらってもいいですし、はい、はい、一番良かった人はね、ちょっとベタ、これベタベタプレゼントいただいたりいいかなと思いますんで、じゃあお名前からね言っていきます。パンダ、コパンダ、嫁パンダさん、30代男性の方。はい、はい、海を打つときはもうラグーンモード一択です。なぜかというと違和感を探すのが面白い。なるほど。違和感来たら当たる、間違いない。各辺 ST 時短中はノーマルリーチにを待ちます。そっちの方が当たる気がする。各辺に変わりやすい。
確かにノーマルってそうですね、確認中のノーマルってすごい嬉しいですよね。おお、やっぱトミーもこれは共感できます。これはわかりますね、非常に。なるほど、じゃあ次、国王号女性、もうクジラッキーがすごく好きで海打ちます。あの丸みと愛嬌のある顔がもうすごく癒されます。なるほど、ね、これどうですかね、クジラッキー。今もう一個キャラいるんでしたっけね、女の子。え、クジラブリー、クジラブリーですね。今2体おられますけど、えって知らんかったんですけど、ね、そうクジラブリーって言いますよ、ピンク色の。そう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 、あそうそう、あのやっぱりクジラッキー好きっていう、いやそうです ね、女性の方かなりゆるキャラみたいな感じで捉えられてます。車のね、はい、あの何ていうんですか、クッションみたいなやつ、ヘッドカバー、後ろの、はい、あの僕らは何ですか、あの前あの分からん、言い方が分からんけど車の後部座席 の、 あの後ろぐらいに、はい、ぎゅうぎゅうになってるあのクジラッキーと言いますけど、どんだけ詰め込まれてんねんお前みたいなね、うん、いやーでもこ顔こんな感じだ、クジラッキーが。それ使います、はい、はい、じゃあ次、爽やか紳士さん男性30代、当たった図柄と同じ数字のラウンドはパンクさせると確変継続する打法を編み出しました。なんかなんかオカルトやけど、分かる気する分かります。最後の、はい、なんか 3R の時は、はい、いそうそう、なんか10最終ラウンドで、はい、全部入れたらあかんみたいな、1個だけもうその時間置いとくんですか、置いとくみたいな、だから確変めっちゃ継続率アップみたいなね。これはトミーもあるあるんですか。やってた、やってた、で店員に怒られるんちゃうかもいながら、こうあえてこう、あ大丈夫かなみたいなね、お前損してるだけやぞって話ですけどね。ちょっと試しにね、ちょっとチャレンジできる方はやってもらいたいです。ちょっと全然牛群来ないですね、トミーことごとくノーマルですけど、はい、じゃあ次、チリチリペヤングさん、はい、30代男性、はい、海あるある、サムが来たら次で過去編終わってしまう。250から350回くらいで当たりやすい気がする。大泡予告は外れたらハマる、ハマる台は演出が少ない。どうですかね、この辺は。なんかね、はい、ハマる台って言ったら、はい、めっちゃ一時すごい演出が出て、まあ、魚群を含めた、はい、出て急にピタッと止まらんくなる、なるほど、出なくなる、はい、だからそんなハマり台ってそんなイメージありますけどね、うんうん、でもじゃあ演出少ないっていうのは分かる感じですかね。そう、まあ、極端になるっていうか、はい、こうえいやん、倍にならない、なんかそんな感じ。あと海の良さ、絶妙な演出のバランス、どの演出いつでも当たる可能性があるのがすごく好きです。それですよね。ウリンちゃんが可愛すぎる。ウリンちゃん、これね、ウリンちゃんのあのピンク色のあの女の子ですね。可愛い可愛い、そうです、ね、結構ね、マリン派、ワリン派、ウリン派って分かれるところですけどね。トミーはどのタイプの女性が。やっぱマリンちゃんですよ。あ、マリンちゃん、結構王道ですね。いやー、はい、トミーの奥様さんの3タイプで言うとどの辺の。マリンちゃん、マリンちゃん、ありがとうございます。おあ、これはどうですかね。ハッカー出ましたよ。なんか右のね、サメは結構これ、ね、これ魚群きますよ。引き弱い、まあ、これ北斎の富岳百景みたいな感じで。まあでもさっきのリーチですらやっぱちょっと期待できちゃうっていう、はい、そうですね、それがやっぱ海物語の良さですよね、はい、あとはミドル、ライト、ミドル、ユーパチ全スペックで遊べるのがすごくいいです。確かに、はい、一番好きなのはおきゅうみさくらシリーズが一番好きです。私はもうあれですね、アグネスラムですね、はい、ああそう、 いや、いいですね。大海アグネス出た時は本当にあの衝撃でしたからね。いや素晴らしい台じゃないですか。そうですね、私もあの一時期毎日売ってました。次ね、海の委員長30代男性、あるある、時短中魚群外すとハマる、当たりは250回までで仕留めないとあとは沼、ドハマりからの当たりは魚群みたいなベタ当たりよりノーマルビタ止まりか341が止まることが多い気がします。341は通角ですか。そうですね、特角扱いですけどもね、まあ、沖縄系ってことですかね。じゃあですかね。
あとは売ってる人編っていうのもありまして、初めて行ったお店の海座ると人のうちに勝手に上がったみたいな視線を感じる。その島に入ってその店のね、はい、まあ、常連様がいる中で入ったところね、あちょっとこうチラッと見られる感じで ね、 あ、分かりますね、よそ者かなみたいなね、そういう雰囲気をなんか感じるという方も結構おられますね。まあそれぐらいやっぱね、地域の常連様に愛されてる機会ですよね、はい、あでも3日通うとおばちゃんが飴くれる、コーヒーくれる、フレンドリーになります。一発告知が鳴るとみんな一斉に振り向く、見るよ ね、 ね、こんな感じで、あ、お昼1時過ぎぐらいになると休憩中札だらけになる。確かにこれやっぱあるあるなんですね。あるある、それあるある、ヤヒコさん30代女性、初代お清めあたりから海を愛してます。でもツン率が高い、ツンデレのねツン率が高い、気分転換に他の台を打ってから海を打つときやめようと思う最後の保留で出れてくれます。恋愛と同じく押してもダメなら引いてみる打法が海はいいと思います。引いてみるちょっともうやめるでっていう、あ、ちょっとね、打ち込みすぎて、あ、もう今日ちょっとダメだなと、はい、今日ちょっとやめようかなと、もうそろそろ時間やしということで、ちょっとやめようかなっていう素振りを見せたら、あの当たってくれると、まあ、恋愛の駆け引きみたいなもんですかね。ちょっとこうしまう感じですね、カバンとかこう、そうです、飲み物とかをね。いつ当てんの。いやいや、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、あとはですね、黒さん20代男性、大海3ブラックがすごく好きです。打つときはタイムスリップアトランティスモードにします。 ST 残り半分になったらタイムスリップラグーンに変えます。これがブラックって大人気ですもんね。そうですね、ブラック、まあ信頼もありましたけどね、 前作のブラックもまだまだ稼働してるんで、初代ブラックが素晴らしい機械でしたからね。そうですね、今だけに、そっち打たれる方も多いですね、はい、まあ、これが継続アップ打法ですっていうね意見もいただいてます。あとスイートさん20代男性、マリンちゃんが仕事をする台は初当たりが軽くなる傾向があります。他の台を打った後に大海4を打ったら15連しました。おお、すげえ。いい波乗ってる時は継続率なんて関係ありません。確かにそうですね、あの継続率言われてますけどあんまり関係ないような気もしますけどね。まあ、嘘やろっていうぐらい出る時ありますもんね、はい、その辺がやっぱりこの海物語の、うん、良さ、そうですね、ポテンシャルちゃいます。スペックが分かりやすいっていうところがいいですね、シルクさん30代女性、初海はオレンジ枠の亀やくものの新海でした。おクジラのプレミアは衝撃でした。あれ何やったっけ名前、懐かしいわ。新海物語、あれもアグネスちゃいましたっけ。あったな、あの渦巻き、あの 渦潮の一発告知だったと思うんですけど、はい、まあ、クジラのねプレミアはかなり衝撃でしたということで。でも今までの海で一番好きな海は地中海です。地中海好きな人多いですけどね。あ、地中海、そう、結構リスナーさんの要望としては地中海をもう一回出してほしいっていうお声はかなり多かったです。はい、打つときはラグーンモードでまったり打つのが好きです。地中海ね、地中海、あ、ちょっとチャンスちゃいます。これ今は黄色、チャンスアップの黄色ですね今。あ、マリンちゃんは出てきました。あ、赤、お、赤い、お、あ、あ、ちょっと打ちしますこれ。あ、どっか行った、タッチしますよ、魚群来い。あー、あわ、おぉ、あ、かわいいね、かわいい、かわいい、ああいう当たり方がいいですよね。いいですね。あ、341、あ、これボーナスなんですね。今回特策はなくて全部あのランクアップボーナスの祭りボーナスっていうのになります。
やっと渡り引きましたね引けましたね、はい、とつかく、まあ、さっきね、淡い布告だったんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、かわいいですね、アタッカー入ったらぴょん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 、ここで継続かどうかですね。ランクアップボーナス、これで、一応終わりということですかね。残念、はい、これもでも確変ですよね。そうですね、お祭りチャンスの後は、電サポ中に限って1回転目から高速変動、はい、スピードアップが発動します。だから今回は初当たりだったのでスピードアップ発動しない。なるほど、はい、次当たれば、次、お祭りボーナスで当たれば、スピードアップから始まる。であと今回2ラウンド各編、まあ、いわゆる突角が全て出玉が取れる、まあ、さっきの説明だった2ラウンドか5ラウンドか10ラウンドかなので、あの出玉がない大当たりっていうのがないもんですから、まあ、お得ですよというゲーム性になっている。出玉あるのはいいですね、2ラウンドでもね。さっきもしっかりアタッカー空いてましたもんね。とりあえず、突角っていうことじゃないんですね。はい、突角って扱いじゃない。2ラウンドあたり。そうですね。ランクアップボーナスはすべて各編です。なるほど。あ、トミー、遠すぎてますよ。9-1 ですよ、9-1。魚群呼んでください、魚群。これええんちゃうんすか。よいしょい。誰ですかこれは。いきますよ、はい、いいですか。よいしょい。来た来た、よいしょ。なでなで打法当たりました。やっと出ましたね、はい、じゃあこの後は、高速消化見れますね。いや、図柄大当たりだとならない。あ、ならないんですね。え、あ、図柄当たりだとダメ。さっきのクチラッキーのあれですか、ボーナスでないと。そうです、そうです。ただ、80回転以降、各編中81回転目からはスピードアップが発動する。あ、なるほど。じゃあトミー、次はあれですね、過去編中80回以上ちょっとはめてください。だから 40% の10ラウンドを過去編終わったりってことですね。ズガラゾロ今も10ラウンド、はい、ね、普通に10ラウンドの40ラウンドだって形で、ね、一応継続率どんなもんなんですかね、トミー。継続率が、まあ、設定2段階あるんであれですけど、まあ、大体 69.4 から70.1、うんうんうん、じゃああれですね、高速消化ちょっと見たいですね、見たいですね。おい、おいしょい、ランクアップ。これで、次がこれで高速消化、はい、次のあれですね、各編から高速消化が始まりますね。押しますよ、はい、よいしょ。これで継続ですね、はい、はい、次が5ラウンド、あと3つあるっていう。消化の感じ結構早いですか。まあまあ、いつものミーって感じですね。まあ、アタッカーもしっかり。アタッカー大きいですよね。いきますよ、よっしゃい。お、レインボー。これで10ラウンド。はい、最終継続確定だと10ラウンド確定です。あと残り5ね。あ、残り5ラウンドね、はい、あ、ここですね、スピードアップ。これですね、今回海スピードアップ、はい、だ何本から何本に変わるんですかね、大体。変動秒数が確か、5.5 秒から2.5 秒に1変動、あ、半分、あ、2倍ぐらい速くなる、はい、2倍以上速くなる、ね、
結構ね海消化が早いなというイメージですけどさらになんか早い確かに感じがしますね。だからこう早いから帰れない。あかなんとか帰ったか。あなるほど、変動とボタンの勝負になってきますねそれ。まあジャパンにしましょうか。ジャパンモードでジャパンにしますか。まあ、あと大当たりしてね、はい、あのこの貝ね、貝貝あるでしょ、はい、図柄と図柄の間の貝がずっとこうやってパクパクしとったら再変動、はい、みんな知ってるか。もうコメントで何言ってんねんって言われるかな。貝がね貝が止まってたら再変動ないからね、うん、あ当たりましたよ。おこれでまた過去編継続ですね。最高10ラウンドまで、うん、っていうところですね。はい、可愛らしいですよね、うん、さあ次で演出があります。押します。よっしゃい5ラウンド。5ラウンドで何発ぐらいなんですかね。675発っていうふうには表記されてますけどね。はい、そうですね。これであれですね、また確変継続なんで、これまたスピードアップですね。このなるほど、スピードアップ。だいぶあのレアなとこ聞いてますよね。あのランクアップボーナスの10ラウンドは 2% しかなかったんで。ああ、さっきのね。で、あレインボーになってますので。ですですね、5ラウンドも 6% しかないので。めっちゃ。2% と 6% を引こう。ああ、まあっすね。薄いとこ引きますね。誰が薄いや。誰が薄い。ありがとうございます。あ、もうこの時点で大当たりは確定になります。ただまあ3か4か分からないですよ、はい、スピードアップ中なのでピンチがかかれば魚群、あ、はい、あこれちょっとピンチですね。哀れさトミー、このあのなんか図柄揃う瞬間にボタンパンって押さないですか。僕だから恥ずかしくてちょっとやってみたいっちゃいますよ。ピカーンってなるかも。下手くそか。サメ、これサメは終わるとかいうの、そうっすね、ジンクス多いですね。特に9の方、あ9の後のサメ、はい、これは当たったらやばいみたいな。やばい、ちょっと消化しづらい。1,2,3,4 のサメやったらまだなんとか大丈夫やけど、あと裏サメですか。8,9,4 はダメ。8,9 の次の4のサメダメ。それでもおっしゃる方かなり多いですよね。ですよね、うん、やっぱり僕もそう今教わそうやって育ってますから。誰がそのか。なるほど。そう、あとなんか質問でなんでイカの図柄がないのかっていう方がおったんですけど、これはなんか図柄を決めるときのなんか基準みたいなのあったんですかね。あ、まあ魚介じゃないけど、まあ、カニはイカはでもね、はい、やったかな、はい、この辺ではイカ出てきてたけどね。思いますか。はい、あごめんなさい、サンヨンさんの機械じゃないですけどね。まあ、結構、まあ、海がやっぱりオマージュした、ね、機械がたくさん出てましたから、はい、あの時はイカあったんちゃうかな。あと今回ですね、あの RTC も搭載されてるということ で、 あそうです、ね、あの人気があったアイマリンちゃんとのコラボみたいですね。あーはーはー、2時間に1回、かかるみたいですけども。あ今時間入りましたね。はい、この僕時短の歌好きなんですけどね。これあ気出してきてますよ。あもう一個欲しかったな。これどうなんですかね、図柄で海って期待度あるんだ。おお、貝動いてない。貝動いてるかちゃんとチェックしてくださいね。当たった瞬間貝がこうやって当たったら確変ですからね。再始動ですね。でこれは実写版ミスマリーの、あミスマリーのこれちょっとあれですね、塗ればいいですね、健康的だ、うん、なんかねなんかあれみたいですけどね、うん、やめときますけど。なんやねよいしょ、ほらトミー押したから消化庫になりましたよ。はい、ありがとうございます。過去編消化庫ですね。
トミー、じゃああれですかね、三陽さんのあの方、顔出し無理やったら、お絵描き描いてもらえます？何を？絵を、絵描いてもらえます？で、トミーとどっちがうまいか、あ、そうですね、判定してもらいましょうか。それ、それやったらいいっすよね。大丈夫ですかね。絵描けます。あ、絵心がないからちょうどいいんじゃないでしょうか。あ、わかりました。顔はね、出さないね。あ、これ熱いっちゃいます？あ、変動が長かった。ドライ、やっぱり長かったから近畿地方なのでタイガースです。なるほど。どれ今トラが出てたと思う。あー見てないで、あの、まあ、お渡りしますので、ここでオープニングで選べるので、方言美人かな、はい、あの、お十字キーで選んでください。今方言、あ、上ね、これそれ方言美人選びました。はい、で、玉を打っていただいた方がいいっすね。じゃあこれちょっと堪能してもらいましょうか、トミー。どんなこと言うてくれんねやろ。お、いいな、鎌倉の長さ入ってけれ。お、いいなこれ。え、標準語ですよね、千葉県なんでね、気持ちいい。おっ、かわいい、アルカン系。おっ、あー、いいね。はい、眉毛までちゃんと色抜いてますからね、うん、そこ。あー、いいっすね。うん、その左手のほくろがええわ。あ、終わり。あ、なるほどね。もうちょっと見たかった。関西まで行かなかったですね。関西行きたかったね。今まあ10ラウンドがマックスなんでね。そうですね。どこまで見れるかなってとこですけど、今の中やったら誰が一番良かったですか。まあ、あの左手にほくろある方が良かったんじゃないですかね。左手のほくろ。方言ちゃうんや。おい、あ、これやばいですね。あ、でも、いやいや、これまだ回動くから。これ回動くから。当たればかっこいいですね。え、あの魚群なんで。あ、そうか。あの三洋の方から本当に業界人でしょうか。いや、ほんまに、あの、ほんまにこんな感じです。あ、しかも外れました。いや。いや。はい。持ってんのかな、この人は。そうですね、もうなんか次もうほんまに通常で当たりそうな気がする。ほら、トミー魚群外したからハマりだしたよ。いや、ちょっとね、そんな感じ、ね、いや、もうあるあるですね、ほんと。今まさにそれを実践してるような感じですね。あ、これ読んで終わるんじゃないですか。おっ、まあ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 、あ、ノーマルや。大丈夫、ノーマルやから大丈夫。止まる。あかん。あ。あ、方言出玉続き見れます。あ、続き。はい、じゃあ方言モード。はい、じゃあ方言出玉。おお。やっぱ広島来ましたよ。このイヤリング昨日買ったの。そこ使いますね。いい。名前が古風ですよね。これ結構
多いんですかね。これカズラ橋ですね。アイノンさん。トミーなんか反応で好き嫌いなんかはっきり分かりますね。これもしかして47都道府県あるんですか。そうなの。47都道府県ある。 あるそうだ。そうなんや。これじゃあトミー全部見よう思ったら結構大変ですね。見たい ね制覇したいですよね。10ラウンドあたりでずっとあれですもんね。47都道府県見ようと思ったら。いや見たいね。どうせやったら見たい。1回あたり5人ぐらいですか。いいっすね、大人な感じ。ちょっとワリンちゃん系ちゃいます今の。ワリンかな。はい、いただきました。すごい健康的ですもんね、ミスマリンは。ことごとくここでも昇格があったりしますもんね。はい、ない。じゃあトミーね、恒例のお絵描きなんですけども、はいはい、今日、まあ、トミーはな、まあ、一日ねちょっと歌わせていただいて、まあ、いろんなキャラクター見てきたと思うんですけど、ええ、今日は、今日ほんまはねちょっとサム見たかったんですけど、はい、まあ、ちょっと見れなかったから、はい、ちょっともう絵で表そうかな。なるほど、ね、うん、ちょっといいですかね。じゃあいきましょうか。あのリーチになってね、はい、リーチ、ディレレ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 レなんかえらいサム頭えらいことになってますね。ちょっとしかもあのちゃう方見てますから。若干ねそっちにマリンちゃんおるんかな、うん、そうそうそう。そう今回ねちょっとあの三陽の本社の方にもご協力いただきまして、そうですね、はい、お絵かき対決ということで、はい、サムね、トミーのサム、トミーから見たサム。これ僕が書いたんじゃないですよ。はい、これはね、あのどなたなんですかね、それね。これはあの某なんていうんですかね、敏腕営業マンですけどね、はい、ただもう絵心だけは多分誰よりも海見てると思うんですけど。そうですよね、まあ、はい、華麗なプレゼンでね、数々の海をですね、はい、ホールに送り出した男が描いたのはこれですよ、これ。なんだこれ。多分超プレミアなんでしょうね、それ。これ出てもなんか当たりみたいな感じですけどね。何これ、書いてモテるからね、もうそもそも。そう、書くんせこよね。トミーあのあれですよね、下手くそな方のポイントってあの全然名前書くんですよね。そう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 。下手な人っていうのは多分それだけでは分からん思ってね、不安になって字、名前書くんですよ、もう。説明しちゃうんですよ、字で。見てください、そうそう、口逆、ね、こっちでもいいんかな、写すの。トミー後ろおるけど、どうこうちゃう。これひどいな。多分出てきたらお客さんびっくりするでしょうね。やろうってこれちょっとダメですよね。まあまあまあ抽選で決め様どっちも出てきてほしくないね。いや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 ね、これは、はい、まあ、多分これが3万5000分の1でこれ6万8000分の1なんですけどね、多分声優さん誰でしょうね。広いですね、はいはい、ということで、ね、どうですかね、海信頼はトミー。そうですね、はい、まあ、あえて喋りながらでしたからなかなかあれですけど、やっぱ早いですね、意外と、うん、気がつけばっていうような形ですから、もうだってさっきので9000、1万発ぐらい払い出しがあったんですもんね、うん、全然そのスピード感というところでは新基準なのみたいな、うん、感じなので、
まあ、特にゴールデンウィーク前の、ね、海ですし、すごい楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。20周年ですからね。いや、20周年です。はい。はい、ね、トミーが店長時代。そうです。私が店長時代、まあ、近江2、ね、この辺にわーって出てる。あ、出てるんですね。はい。近江2が80代グランドオープンの時からあって、ずっと動いてましたもんね。うん。もう本当に愛されて愛されて。私はもうマグロの、ぬいぐるみじゃないわ。作ったやつもね、はい、まあ、その辺に多分、あの編集では画像が出てると思いますので、こんな感じでずっとホールを練り歩いてましたけど、まあお客様が温かくてね、もうキラ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 笑ってくれてて、はい、ちょっとそれ復活しないですか。あ、希望があるんでしょうかね。今ちょっと加古川からもし、まあ、はい、ご希望があるんだったらもう全然やりますんで、はい、またそのね、はい、格好で、そうですね、これで、はい、お出迎えしましたこんな、だって漁師いますからね。はい。今日はちょっとそれを期待してたんですけどね。そうですね。はい。はい、ということで、はい、まあ、トミーおすすめのご当地女子。そう、ちょっと大阪の子、ちらっと先、デモで見えましたけど、可愛らしかったかって。あ、ちょっと一押しですかね。大阪まで見たいなと思うんですけどね。はい。まあ、キコーナチャンネルでもね、見れる時があると思います。キコーナチャンネルもなぜかあの海の回って、すごい視聴が上がりやすいっていうね、はい、そうですね、あれがあったりするんでね、はい、うん、まあ、どんどんキコーナチャンネル、そうですよ、ちなみにキコーナチャンネルで一番視聴数稼いでるの17万再生の海の放送ですみたいな、そうですね、はい、海ですそれテロップ入れときましょうかじゃあトミーちょっと検討していただいてねということでね、長時間にわたって、トミーにもご出演いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、またぜひね、第3弾第4弾とやっていけたらなと思いますので、またよろしくお願いします。あ、サインをしますビンワン営業マンが書いてますからね、はい、もしねこれでも買ってくれって言いますよねそれでテロップ出しておきましょうか、はい、はい、買ってくれっていうね、わかりました。ということで、こんな感じで今日はね、終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。